ハッピーファームシリーズようこそ。このビデオの中、My First Words to You Home の使い方紹介していただいてと思います。この本は誰でも使えるんですけども、だいたい1歳から6歳までの英語の勉強本です。この本は現代の日本の教育合わせる本なんですけども、誰でも使える本なんです。親または先生、遊びながら子供が英語を勉強できる本なんです。次はこの英本の使い方を説明します。本の最初のところ、子供を遊びながら本を見せたり読んだりすることです。これは実践的の英語の勉強のところなんです。本の後ろにアクティビティ2つあります。アクティビティ1は牧場のものまたは動物英語で探します。アクティビティ2は牧場の動物の鳴け声を練習します。この本についてビデオブックの動画あります。アニメの動画あります。そして e-book もあります。親また先生教えられないとき、どちらものビデオを見せることができます。すると子供が英語の発音など自分で練習できます。しかし絵本使ったら子供がもっと早く英語勉強できると思います。このビデオ見ていただいてありがとうございます。また次のビデオをお楽しみください。